チャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめまして、ブルーシップチャンネルのバサオでございます。この番組はですね、サッカーから少し遠ざかっていて今の代表選手なんか全然わかんないという方とですね、今の国内外のサッカーの情報を共有させていただき、今年の東京オリンピック日本サッカー男子経由することの2022年のカタールワールドカップをもっと楽しんでいこうという番組でございます。本日は昨日の引き続きで1月8日から行われる AFC 選手権アジア最終予選のダブルボランチのお勉強をしていきましょう。まずは今回の招集メンバーがこちら。この中からボランチを見ていきましょう。ボランチはディフェンダーの上の2枚ですね。それでは半年前まで遡ってコパアメリカのスタメンから見ていきましょう。まずは初戦チリ戦の2枚、中山雄太選手、柴崎選手。2戦目ウルグアイ戦、柴崎選手、板倉選手。第3戦エクアドル戦、板倉選手、柴崎選手。同時開催されていたトゥーロン国際大会決勝を見てみましょう。田中碧選手、高選手。高選手は残念ながら今回招集外です。さらに同時開催されていた U20 ワールドカップの韓国戦がこちら。斉藤瑞希選手、右に藤本寛也選手。藤本選手も残念ながら今回招集外です。この3ヶ月後ブラジル遠征、対 U22 ブラジル代表戦。こちらは中山雄太選手、田中碧選手、そして本番を意識したコロンビア戦。中山雄太選手、田中俊太選手、そして記憶に新しい E1 対韓国戦。オーバーエイジの井出口選手、右に田中碧選手、そして先日のジャマイカ戦、中山雄太選手、そして松本大志選手。今回の招集メンバーをもう一度。ボランチもこなせるであろう選手は4名。ただし本番を想定すると忘れてはいけないのがオランダズオーレの中山雄太選手、そしてマンチェスターシティレンタルで不老人間の板倉選手。実際に本番を想定すればこの2枚が濃厚なのかなと。ただしこの2名はセンターバックもできるんです。ということは今の国内ボランチ組のレベルがディフェンダー組より勝れば、ディフェンスラインすべて海外組ということも想定できます。それもあってコロンビア戦はあえて板倉選手を左のディフェンスラインで森保監督試しました。そこを含めて今回の AFC 組で頭一つ抜けているのが田中碧選手。左は正直分かりません。分かりませんし全て試すと思います。ただこの大会勝たなきゃいけない、そういう大会です。もしここで試して負けるようであれば早急な解任活動が必要です。そして私の希望をお伝えできるなら斉藤瑞希選手。斉藤瑞希選手はアンダー20ワールドカップ組なんですね。キャプテンとして出場していた決勝トーナメント進出の立役者です。私は右に田中碧選手、左に全員試すけど希望は斉藤瑞希、こう予想させていただきました。あなたはどう予想されますか？ぜひコメント欄に予想をみんなで書いていただけるとさらに FC を楽しめるのかなと思います。明日はウィングについて少しお勉強していきましょう。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 MC はブルーシップチャンネルのバサオがお送りしました。それではごきげんよう。